もう新年度が始まったな。新しい出会いや仕事でワクワクしますよね。うわーん。春になっても相変わらずだな。一体どうしたんですか？私は人生に絶望したんだ。ネガティブすぎる。何があった？寮がある仕事を紹介されたんだけど、生活費が減らせそうでいいじゃん。だけど雨漏りエアコンなし洗濯機なしの部屋だったんだ。猫のおやつ作ってそうな会社ですね。だから退職代行を使って辞めてきた。ストレートに辞めますって言えばいいのに。この後どうするんですか？とりあえず早くファイアーしたい。会社入る前から引退のこと考えてる。ただ誰かの下についたりする会社勤めはあってない気がするんだ。じゃあ就職できねえじゃん。だけど最近 X で稼げる方法を教えますってアカウントを見つけたんだ。それ情報商材アカウントだ。その人は優雅にスタバとマックでどやってた。明らかに情報商材屋だ。そんなコテコテな情報商材屋ある意味珍種ですね。それで稼いでホリエモンやひろゆきが宣伝している LINE に登録して投資術を学んでバンバン投資するんだ。それ詐欺ですよ。そんなわけないでしょ、あのひろゆきですよ。ひろゆきをどんだけ信頼してるんだよ。最近その手の詐欺でニュースになってますよ。くそ、人を騙しやがって。簡単に引っかかるのもどうかとは思うぞ。昔からこういう投資の情報というのはありましたからね。やっぱそうなのか。昔投資の情報を雑誌で販売して大きな事件に発展したケースがあります。ほう、少し気になるな。ということで今回事件を引き起こした人物を解説しようかと。報酬を用意せよ。なんでお前が要求するの？聞いてくれたらオリオン社のミニコーラをあげます。よっしゃ、それで手応答。ということで今回解説するのは、中江茂樹氏です。茂樹ね。お前の距離感バグってない？中江は1954年に滋賀県で誕生しました。体が琵琶湖の水で構成されてそう。滋賀県民にぶん殴られるぞ。中江は株の相場師でした。投資家ではないの？どっちかというと投機的な感じなのか。子供の頃からお金を貯めるのが好きで、母親が誕生日だからって食事を合成にしようとしたら、僕の料理は質素でいいからそのお金ちょうだい。前世はこち亀の養蚕なのでは？時間軸がバグってるだろ。父親が証券会社に勤めていたのが影響してか、小学生の時から株式投資を始めました。小学生から株に手を染めてたのか。やっちゃいけないもんみたいに言うな。中学でチャートを書き始めます。株のエリート街道まっしぐらだな。高校生になると相場情報を聞くために短波ラジオを持ち込んで授業中に聞いてたらしいです。短波ラジオは高校生の必須アイテムだよね。スマホじゃねえんだぞ。休み時間に公衆電話に行って株の売買注文をしたみたいです。勉強しろ。それで儲かってたの？大卒初任給が5万円の時代で1000万円ぐらい儲けてたとか。ああ、もう投資だけで生きてけるだろ。大学進学を考えて国立大学を受けるために京都の予備校に通ってたんですが、交通費がバカ高いから家をローンで購入したみたいです。金銭感覚がぶっ飛んでる。家なら資産になるからな。高校生なので親の名義で買ったら、その親から、あなたの兄が結婚するからこの家を貸してあげてちょうだい。理不尽だろ。それで嫌になって夏期講習の時に家を飛び出して相場の世界で身を固めることを決意しました。それは身を固めたって言っていいのか？その後名古屋に行って証券会社の黒板書きという株価の推移を書くアルバイトを始めました。中江にとって転職のような仕事っぽいな。さらに高校の頃から会員だった株情報を発行する投資関連の会社で、株価のチャートなどを書く仕事で修行したみたいです。つまりそれで相場の波を研究すると、3年の修行を経て独立して京都に行き、2x2 という会社を立ち上げて株情報のレポートを出しました。だけどそんな個人で書いたレポートなんてどうやって売り出すんだ？今だったら X とかで簡単に広めることが可能だけど、修行してた会社の会員名簿を利用して送りつけてたみたいです。今だったら絶対アウトな案件だな。この時代個人情報保護法なんてないからな。レポート料は月3000円、年間購読3万円に設定。めっちゃ高いな。それで予想が当たればあっという間に元を取れるからな。でもそういう予想なんて当たらんだろ。10倍になるギャンブル的な考え方じゃなくて、2割ずつ儲けることを繰り返して10倍以上にするという統計的な手法が受けて、会員数が徐々に増加。毎日現金書き留めが山のように届いて、開けるのが大変で手が痛くなりそうで、現金はあっという間に山積みになったみたいです。一度でいいからそんな体験してみたいわ。めっちゃ大繁盛だったということか。会員を増やすと、今度は社員を雇って会員を証券会社に紹介して口座を開設してもらいます。それで株の取引をしてて、数量が発生するとキックバックしてもらう仕組みを取り入れました。何それ、一回紹介するだけであとはチャリンチャリンお金が入るじゃん。これが月に数千万から億の収入になったみたいです。ああ、小さな会社にとってはデカすぎる収入だ。これで会社はだんだんと大きくなって、次に東京への進出を考えます。ついに東京進出か。
東京に行って何するんだよ。今まで出してたのはガリバン釣りのレポートだったんで、これを雑誌にして全国の書店に並べたい。書店に並べるの？それで 2x2 の東京支店として進出、これを投資ジャーナルという会社にしました。投資ジャーナルって聞いたことあるな。この雑誌でインタビュー掲載をすることで人脈が広がって顔が売れるようになります。雑誌は爆発的に売れるようになり、会社は急成長。最盛期には関連会社が200社、社員3000人まで増えました。圧倒的成長力。小さな事務所が一気に大企業になったな。投資ジャーナルの経営手法は中江のワンマン経営でした。知ってた。そうじゃないとここまでの急成長は難しいだろ。投資ジャーナルでは100人以上の全社員参加のミーティングを頻繁にやってました。もしかして毎週とか？1日4回多いは歯磨きより多いぞ。1回あたり10分ぐらいで朝9時の朝礼や午後9時の修礼なんかがありました。ナチュラルに残業時間が長い。中江がいる社長室のテーブルには常にゆで卵が10個ぐらいあったみたいです。そんなにゆで卵が好きなの？バンドウェイジじゃねえんだぞ。朝礼に遅れた社員や仕事で失敗した社員にそのゆで卵を投げつけたようです。パワハラすぎる。後でスタッフが美味しく食べました。食べるか。幹部社員が朝礼に遅れれば腕時計やネックレス財布を没収することも。窃盗罪なのでは？一方で手柄を立てた社員には叱咤激励。飴と鞭の使い方がうまいのか。声はいらないからマネーをよこしな。こんな部下嫌だな。あとは柱制度というものがあって、柱というリーダーに部下をつけてノルマを課します。鬼を倒さないといけないの？鬼滅の刃か。この部下から柱を新たに推薦して新たな柱が誕生すると、元の柱のノルマは軽減されます。それじゃあとりあえずどんどん柱を出しちゃえばいいのでは？推薦した柱のノルマが達成できなければ、さらにノルマが増えます。ひえ、まあそんな簡単にいかないよな。それでノルマを達成すると10万円給与が増えます。なんと羨ましい。でもこういう会社で10万円は低い気がする。あ、これ基本給が月10万円上がります。はぁ？基本給は100万円スタートなんで、1年間ノルマ達成し続けたら基本給は月220万円です。私も投資ジャーナルに入社したい。こいつが入社したら毎日ゆで卵投げつけられそう。1000万円を投資すれば億単位の儲けが出る、というようなテレビ CM なんかも展開しました。今すぐ電話だ。やめなさい。中江の推奨する株は次々に値上がりして、手掛ける株は M 銘柄と呼ばれてました。今で言うとバフェット株みたいなもんか。顧客3000人で数百億円を動かしている株と町の風雲児と呼ばれるようにもなります。その二つな超イカスじゃん。そうは思わんやろ。それで集めたお金を持って銀座の街で合流したみたいです。ザギンでシースー食いまくったのかな。なぜに業界用語。会社の金庫の中に入ってる現金を足づかみにして、紙袋に1000万円入れて銀座に向かってた。飲み代とご飯代で毎月2億円くらい使ってた。バカじゃないの。今の時代こういう使い方するやつ減っただろ。私もこんな人生を歩みたい。しかしここから彼の転落人生が始まります。え？中江の転落人生の始まりとも言えるトラブルが81年9月に起きました。結構早い時期だな。何があった？当時株の売買が成立すると証券会社と株の受け渡しが必要だったんですが。ああ、電子化されてないから実際の株券が来るのか。それがとある株でうまくいかず、一晩で5億円の損失が発生。ひぃ、中江の 2.5 ヶ月分の飲み代が消えたな。なんか急に安く感じてきた。これで投資ジャーナルが潰れるなどのデマが飛び交いました。コミュニティの音はよあるか。この後始めたのが金融業です。何かはわからないが、とてつもなく嫌な予感がしてきたぞ。投資ジャーナルもある意味金融業では。始めたのが貸付なんですが、100万円の出資をすればその9倍を融資、つまり全部で10倍になるな。このお金で投資ができるというものでした。信用売買じゃねえか。これってやってもいいの？許認可いるのでは？ギリギリアウトっぽいことやってたみたいです。アウト何回？それで中江はこんなことを言ってたようです。客は相場の素人だから損失を出す。まあ簡単に儲かりはしないからな。だけど私は儲けることができる。私が代わりに運用して客の損失分を穴埋めすれば客の損失は軽減できる。だから私が運用する。それで10倍融資で集めたお金を中江が運用して、客には株式の引き渡しを行わず預かり証を発行しただけでした。それ投資じゃないだろ。投機でもなく博打の堂本じゃん。ちなみにその10倍融資でどれくらい儲かってるかはっきりわかんなかったみたいです。はぁ、あ、もしかしてリアルタイムで帳簿をつけてなかったのか。金融業でしょ。
5億ぐらいプラスになってると思ったんだけど、客の預かり金が10億マイナスになってる。投資失敗してるじゃねえか。毎月広告宣伝費に2億円かけたり、つながりを作るために政治家にも配ってたみたいです。逆によくそんな損失で済んでたな。しかもザギンでピンドンでパーリーピーポーしてたんでしょ。もはや意味がわからねえよ。ベテランの証券マンから見た中江氏に対する評価を聞いた記事があったのですが、おお、どれだけすごいか気になるな。中江さんはそこまで相場を読む力はなかったと思いますよ。当時は規制も緩くて、資金があれば株価をある程度操作できる時代で、中江は指定戦が得意だったそうです。当時って持ち合い株が多くて、今みたいにたくさん株が流通してなかったから操作しやすいだろうな。株の殴り合いで買ってただけなのか。中江は相場に絶対の自信があって、市場があれば自分は絶対に儲かると思い続けてたみたいです。子供の頃から大成功し続けたから、そう思っても不思議じゃないな。ベジータみたいなもんか。一方で統計的な手法を用いるなどの慎重さもありました。まあそれらを含めて相場師としての素質があったんだろうな。こうした背景があって中江は追い込まれていきます。この後どうなるんだ。83年の暮れぐらいに大手証券会社が投資ジャーナルを潰そうとしているという情報が出てきました。なんで、投資ジャーナルは清いとは言えないですね。諦めんな。大手証券会社は N 銘柄の取り扱いを制限していきます。そうしたらどんどんと株価は落ちるな。投資ジャーナルもヤバくなるじゃん。さらに噂で投資ジャーナルに強制調査が入る。中江が逮捕される。これらもあって取引していた証券会社も距離を置くようになりました。みんなが離れていく。金の切れ目が縁の切れ目。沈む船から逃げ始めたな。それで会員はどんどんと減っていき、会員からの投資資金や株券返却の対応が増えていきます。お金や株券も逃げていく。資金が減っていき、担保不足で株の決済ができないという事態も起きました。それって信用売買が裏目に出たってことか。こうやって中江の周りから色々と離れていくのですが、寄ってくる者もいました。おお、こんな時に来てくれる優しい奴がいるのか、大切にしないと。それで誰が来たの。週刊誌などのマスコミです。帰れ。まあこんな面白そうなネタ飛びつかないはずないよな。中江はマスコミから逃れるために熊本の温泉街に向かいました。まだ余裕がありそうだな。警察が逮捕状を請求するという噂も出てきました。超ヤバいじゃん。政界など人脈を駆使して止めようとしますが失敗。まあこの状況で手は出せないわな。84年8月に日本を脱出して台湾に向かいました。ついに高飛びしたのか。その後東南アジアで動いてたのですが、8月24日警視庁が投資ジャーナルを家宅捜索。中江はヨーロッパに逃げるんですが、移動中に精神的な不安で嘔吐したみたいです。もう警察に出頭しろよ。その後85年4月に帰国して、滋賀の実家や九州に身を隠してました。8ヶ月ぐらい海外にいたのか。ちなみに妻と芸者の愛人などと一緒に動いてたみたいです。ギャルゲーでもそんなパーティーにはならんだろ。警察は逮捕できなかったのか。警察は中江の動きを掴んでて接触もしてたみたいです。なんで逮捕できなかったんだ。なんか理由があったのかな。しかし6月18日に事態は急転。どったの。トヨタ商事事件覚えてますか。あの詐欺事件だろ。確か会長がマスコミの目の前で殺害されたんだよね。まさか。はい、実はこの日に刺殺事件が発生します。でも別の事件だよね。それで警察は翌日中江を逮捕しました。急になぜ。同じ大型詐欺事件で動きが遅いと中江が殺される危険があったからか。85年6月19日に中江ら幹部11人を詐欺容疑で逮捕。被害者数は7800名。被害総額は584億円に上りました。そんなに被害額多かったの。これってポンジスキームとは違うよな。いつか破綻しそうだけど中江の腕次第だからな。当時は証券業界で最大級の事件と言われてたようです。規模がでかいしな。89年に裁判で懲役6年の実刑判決が確定しました。6年は短い気がするな。ちなみに裁判が終了して刑が確定してから執行までの間、毎日のように銀座のクラブに通って女の子と付き合ってたようです。羨まけしからんから懲役を倍にできませんか。支援すぎる。それで滋賀刑務所に収監されました。地元の刑務所ってなんか複雑だな。これで中江も終了か。しかし中江は諦めてませんでした。ここからまだ這い上がろうとしたのか。92年10月、中江は仮出所して、俺の才能なら稼げる、世間を見返してやると決意しました。もう BGM から逆転する雰囲気じゃないんですが、めたい発言やめろ。東京に事務所を開いて資金を集めようとしました。どこから引っ張ってくるの。預けてた隠し資産がありました。おお、
それを返してもらってまた相場で稼ぐのか。しかしそれらのお金は返してくれず勝手に処分されててほとんど戻ってきませんでした。ひどい。まあ多分預かり証とかなかっただろうし中井は犯罪者。さらに当時バブル崩壊で株価が下落基調だったから処分したのもわかる。そんな時に知人のつてである人物を紹介されました。もしかしてお金を貸してくれる人？ヤクザの組長です。返してもらってください。ヤクザが一体何の用なんだ？好きに使ってくださいとお金が入っていた紙袋を置いていったようです。なんて優しい人じゃないか。買ったらダメなやつに決まってるだろ。それで3、40億円のお金を動かしてて借金もこさえたようです。泥沼になることがほぼ確定じゃないか。この後にやってたのが資金繰りに困った人たちにお金を貸したり、業績悪化で経営危機の会社のオーナーや株主のために会社の株を整理するということをやってたようです。明らかにアングラな世界だな。それらに関連してトラブルとなって借金ができてしまいました。ヤクザとのトラブルは面倒になるな。当然お金の工面ができず銀座のクラブの愛人と一緒にアメリカやカナダに高飛びしました。高飛びしても女を連れて行くのかよ。ウプ主より幸せなのでは？否定できない。それでどうなった？愛人の子供や犬と暮らしてたんですが2003年にビザが切れて強制送還。結構長い間海外にいたんだな。それでもヤクザ間とのトラブルでまた逃亡生活なのでは？問題が解消されててヤクザから何かされるという状況ではなかったようです。ならそれで平穏を取り戻したってことか。その後は愛犬と母親と一緒に滋賀の故郷で暮らしました。普通の生活に戻れたのか。しかし精神的に病んでたらしくてだんだんと気候が目立ち始めます。気候ってどんなことをしたの？路上で突然金返せ呪い殺すぞと言ったり犬のクソが入ったビニールを投げたり放火未遂を起こしたりと気候すぎる。地元でのトラブルが多くて母親も亡くなったので2007年に東京に戻りました。結局東京に行くのか。知り合いのつてで住む場所を確保して投資ジャーナル時代の元部下から仕事をもらって稼いでたんですが、華々しい時代の部下から仕事をもらうって複雑だな。しかし愛犬が死んで仕事もなくなってしまいました。お金も精神的支柱もなくなったのか。2012年に金町の木造 1K、家賃 4.8 万円のアパートに引っ越しました。ギリギリ東京にいるのはなんかプライドを感じるな。そこでパソコンを並べて相場をチェックしてたみたいです。だけどお金がないから儲からないと。何のためにやってるんだ？近所の人によると、一人暮らしのはずなのに毎晩怒鳴るような声が聞こえた。酔っ払っては何か喋っていたのが印象に残っている。絶対に関わりたくないご近所さんじゃん。部屋には知人が多く出入りして、俺の部下だよいっぱいいるんだと語ってたみたいです。お薬出しときましょう。精神病認定するな。おむつを着用して血圧は190あると周囲に訴えてたみたいです。年齢的に介護も検討する段階だろ。それで今どうなってるの？亡くなりました。あ、それは残念だ。まあ体調が悪かったからな。2020年2月20日にアパートが火事になって焼け跡から遺体が見つかって中江氏本人であることが確認されました。放火なのか？警察はタバコの不始末によるものと見てるようです。あれだけど派手に生活していた人間の最後が木造アパートで火事による焼死とは。これが兜町の風雲児と呼ばれた中江茂吉についてです。この人最後まで相場の世界に戻ろうとしたのか？ずっと相場は見続けてたみたいだけど。晩年までお金があれば売買で儲けられると自信があったみたいです。それでもお金がないから儲けられないと、いくらでも儲けられるという自信がありつつ現実は5万弱のアパートというギャップが奇妙な感じだな。座銀で豪遊してたからお金は嫌いじゃないと思うんだけど。一発逆転に頼らず地道にコツコツ積み上げるのも大事だということを覚えていただきたいです。それが今回の教訓と、確かにこの人見てたら投機なんて怖いと思っちゃうわ。でしょ？と言いつつ実は本音があるんだろ。それを言え。違法賭博で捕まった通訳の話を聞いて、一平のことだろ。